ロハー！自宅で気軽にレッツフラ第3回目フラを今習っていらっしゃる方も皆さんご自宅で気軽にフラのレッスンしていきましょう。フラの言葉でリマという言葉があります。リマ何っていうのは美しい手、意味があります。リマ何はフラダンサーにとってとってもとっても嬉しい賛辞です。リマ何を目指して今日も楽しくレッスンしていきましょう。フラのハンドモーションはね、自然を表したり海や空、風や山を表したり、心、感情を表したり、愛してるとか愛しい人への気持ちを表したり、人物や物、お花とか人や物を表したりしていきます。豊かにね、息づくように強烈にイメージして、すっごい楽しんでハンドモーションしていきましょう。もうね、心を伝えていく、理解して奥深くにこう沈めて、自分の心と出会ってアウトプットしていくと本当に楽しいので、もう楽しんでハンドモーションを動かしていきましょうね。今日はね、なるべくみんなが分かりやすいようにポイントを2つに分けてお伝えしていきたいと思います。一番最後にはね、ステップも混ぜてタイミングもお伝えしていくので、最後まで見ていただいたら嬉しいです。それではレッツゴー。今日のポイントは脇に置きたいと思います。脇？何？脇って脇ですね踊っている時にむやみやたらに脇を全開しない、脇を全開にしないっていうのがね、今日のポイントなんですね。フラのハンドポーションを動かす時に常に脇を締める、脇がガタガタしていると、ハンドモーションが決まらない、このセオリーについてお伝えしていきたいと思います。それでは、レッツゴー。脇を全開にするってどういうことかっていうと、全開になっている、脇が全開になった状況です。意味わかるかな？こういうね、脇を締めたような状況にキュッと持ってくる。脇が全開になっていると、脇がこう全開になっているとき、脇をキュッと締めるっていう、脇をキュッと締める、わかるかな？脇をキュッと締めるにどうしたらいいかっていうと、なるべく後ろに引く、引いてキュッてなると ここから肘を前に持ってくる、肘を前に持ってくると、こういう風にキュッと締めた状態、相手の状態、締めた状態、中指をくっつける、キュッと脇締めてくっつける、脇を締める、脇を締める、こうもう肩関節一番奥に引く、こういう状態、脇キュッと締める、開けるんじゃなくて締める、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、卵挟んでる感じで入っていきます。なんかキュッと、なんか卵キュッとキュッとこう挟んでる感じ、こうスコーンと奥地でキュッと卵を、分かる？キュッと卵をキュッと。それで早速ウェーブ、フラのウェーブしていきたいと思います。次はね、指をくっつける、指を品よく上品に持ってくっつけていくことがすごい大事なので、くっつけるためにただこうやってフラットにこうやってやってるだけじゃくっつかない、ちょっとなんか離れて隙間がすごい見えるでしょう。なので4本指くっつけるためには、この一番長い指ね、一番長い指を肩関節から持ってくると、中指がこうクッと下に入る、ちょっとこう中指が下になるところに持ってくる。そうするとこの人差し指は、人差し指は中指にクッと上にも、中指よりちょっとクッと上に上げて、そうするともう全部くっついちゃうので、次はこの薬指をね、さらに重ね合わせていく、で最後小指はまた沿わせていく、そうすると全部くっつくので、指をメインにして人差し指を中指にこうキュッとこう上に沿わせていく、
次薬指はここが離れちゃうわけじゃない、ここをキュッと中に入れる、重ねで小指も自然体に沿う感じにすると、人それぞれにね指の癖があるので、私右手よりも左手の方がすごいバラバラになっちゃって改善していくポイントなんだけど、こことここが私すっごい離れちゃうから、ここをさらに下に沿わしていく、で小指沿わしていく、そうするとくっつく、この状態、4本指をくっつけていく。要の親指の使い方がめちゃくちゃ大事なので、プラの手っていうあのハンドモーションの動画出しているので、それぜひ参考にしていただきたいんですけど、親指と中指の使い方がめちゃくちゃ大事で、とにかく指の癖を理解して、私もそんなにね手あんまり綺麗じゃない、あの長く綺麗じゃないんですけど、なるべくね長く見えますように、しなやかにありますようにって思う気持ちを込めてやっております。フラって必ず抑揚があるんですね。で息づくように抑揚をシンフォニーっていうんですか、波、一番最初に緩めるところからハンドモーションで入っていくっていうのが、これもめちゃくちゃ基礎で、例えばハンドモーションのウェーブなんだけど、タイミングがねむちゃくちゃ大切で、緩めるところから入ってる。フラのハンドモーションの動きは全て緩めるという準備をしてから入っていく。やってみるね。脇をクッと締めて肘をきちっと定めたら、緩めるところから1、2、3、緩めて1、2、3、緩めてクッと緊張させて緩める、1、2、3、緩めて1、2、3、 OK、 脇クッと締める、そしたらクッと開いて緩めて1、2、3、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  and 1、2、3、 and 1、2、3、 必ず緩めるところから準備して1、2、3。